こんにちは。生体ニコニコスタイルのデノです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。ということで、今日はですね、二つの寿命ということで、お届けしていきたいなというふうに思います。で、今日はですね、ちょっとざっくばらんに聞いていただければと。ちょっと気軽な、寿命ですからね。ちょっと気軽な感じではないかもしれないですけど、そんな込み入った話ではないので、ちょっと気軽に聞いていただけたらと思います。で、今日の内容はですね、この、最近このブルーゾーンっていうですね、英語で書いてブルーゾーンっていうこの本をですね、読んでおりまして、で、ちょっと興味深いことが書いてあったんで、ちょっとそれをですね、お伝えしようかなというところで、二つの寿命ということで今日はお話ししようかなと思います。で、この二つの寿命、何なのかと言いますと、平均寿命。と、健康寿命ですね。二つになります。ね。で、平均寿命っていうのはですね、何なのかと言いますと、普通の寿命ですね。私たちが生きてて、来てたら、いつか、亡くなる時が、ね、来るわけです。寿命が尽きる時が来るわけですね。その、普通の一般で言う寿命のことですね。で、この健康寿命っていうのは何かと言いますと、私たちが要は、健康的にね、自分のことは、自分でして、行きたいところがあったら行って、ね。誰かね、人の世話にならなくてもいい状態。要は介護を受けてない状態。誰かの支援を受けないと生きていけないとか、そういうのじゃなくて、もう自分のことは自分でして、で、衣食住に代わかかることは自分でね、できるという状態。これが健康寿命。その時の寿命ですよね。が健康寿命と言われてますと。で、何がこの、今回このブルーゾーン読んでて興味深かったのかと言いますと、この、日本人はこの平均寿命が世界1位なんですよ。これ知ってるかもしれないですね。知ってますよね。こう、世界保健機関 WHO がですね、2021年に発表した最新の統計によるとですね、もう1位なんですよ。1位で 84.3歳。これ日本人平均です。84.3歳。女性の方が高いですよね。で、これ世界1位なんですよ。だけど、この健康寿命の方、これ何歳か書いてないんですけど、平均寿命から健康寿命を引き算するんですね。そしたら 9.3 歳になるそうです。9.3 歳。そうですね。なんで、75歳か。75歳。ぴったりですね。75ですね。75歳。健康寿命は75歳。なので、これが、平均健康寿命なわけですよ。なのでですね、これ 9.3 歳あるわけですけども、今日は 9.3 年間、9年ちょっとね、9年ちょっとは何かのこう、支援を受けないと生活が難しくなるか、もしくは介護を受けないといけない状態が、大体75歳ぐらいでやってきて、そこから 9.3 年間ね、こう亡くなるまでの 9.3 年間はそれを、介護とかね、何かを受けないと生きていけない状態がありますよというところで、この健康寿命がですね、あれなんですよ。60位なんですよ。60位。131カ国中、これ60位。こっち1位なんですよ。ね、この差がだいぶ
あるなというところで今回ちょっと興味深かったということなんですね。うん。なのでまあいろんな医療によってですね、長生きはできてると。長生きはできてるけども、もう自分のことが自分でできない期間がまあ 9.3 年間もあるというのは世界的に見たらだいぶ長いんですね。長い。だから長生きにはなってるけども、その自分の人生を楽しむ、自分のやりたいことをやったりとか、ね、あるいは自分の食べたいものを食べたりとか、あるいはその自分が行きたい時にトイレ行ってですね、寝て、ぐっすり寝て、ね、そういう当たり前のことですよね。当たり前のことが、できなくなっちゃうのが、早いと、いうことなんですよ。寿命に対して早いということなんですよ。ね。なので、ちょっとこれは、なんとかね、していきたいなと思いますし、まあ普通に生活してたら、まあ平均がこの値なんで、普通にみんなと同じようなことをしてたら、まあこういう結果になって 9.3 年間ですね、自分のことができないと、何か支援を受けないと生きていけないというのはちょっと嫌ですよね。嫌ですよね。なのでそこをやっぱ今後ですね、よりこの健康寿命が伸びて、せっかくですね長生きしてもどんどん体がね弱ってって健康寿命が脅かされていくという状態だと、もう不安ですよね。心配。だから、焦って、できるうちにやっとこう、みたいな感じで、やってる人も、まあ、いるかもしれないですけども、まあ、ね。それで、ね、これが伸びるならいいですけど、それわかんないですよね。なので、より、まあ、今後ですね、この二つの寿命両方が、伸びて、ね。そして、この、平均寿命と健康寿命の差がね、低くなって、ね、この60位がもっとね、順位が上がってくるようにですね、まあ、今後もですね、私は、ま、いろいろ情報をですね、情報発信をしてですね、お届けしていきたいな、というふうに思ったんですね。うん。やっぱり私たちが、こう、まあ、私たちというか、私が、こう、思い描いてる、この、年の取り方って言ったら、やっぱりそんな介護を受けるんじゃなくてですね、もうやっぱ自分のことは自分でしてね、自分でトイレに行って、自分で食べれるものは自分である程度作って、そしてまあそれから買うか手に入れかして、そして自分で作ってご飯作ってで美味しく食べて、そして気の合う人たちとおしゃべりして、適度に運動もしつつね、なんか偉くて、しんどくて、ね、もうする気、起きないわ、とかそんなんじゃなくて、ね、やっぱこの、心が元気でですね、そして、やりたいこともそれを実行する体力、ね、気力もあると、ね、そして、生き生きとして、過ごしつつ、最後、ぽっこりいくみたいな、のが、まあ、いいなと、私は思っているわけですね。なので、まあそうなれるようにもしていきたいですし、私もしていきたいですし、そうなれるようにですね、まあいろいろ今、こうやってですね、また勉強しておりますので、またそれをですね、提供していきたいというふうに思います。ということでですね、ブルーゾーン。これブルーゾーンというのはですね、世界にこの100歳以上の人もたくさんいる地域があってですね、そしてそのたくさんいる地域の、をこう取材して回ったっていう、まあ、5カ所あってですね。イタリアのサルデーニャと沖縄。沖縄、ちょっとこれ、情報がですね、20年ぐらい前のものなんで、ちょっと今とは違いますけど、沖縄。それからアメリカのロマリンダ。それからコスタリカのニコジャ半島。ギリシャのイカリア島。というね、5つがこうね、載ってるんですけども。まあ、もしよかったら読んでみていただければ面白いかもしれないです。ということで、今日ですね、二つの寿命ということで、よりですね、健康寿命を伸ばしていきたいな、というところでお届けしました。また、これ聞いてですね、なんかご意見とかありましたら、コメントとか、メールとか、LINE とか、直接お教えいただけると、また、私も、そういう見方もあるのか、というところで、勉強になりますので、
もしよければコメントなんかしていただければと思います。またこういった情報をですね、知りたい人は下のところからチャンネル登録と高評価マークを押しておいてください。ということで本日も動画の見てありがとうございました。